第1章、見知らぬ者たちとは口を聞くべからず。暑い春の夕暮れ時、パトリシア類家のほとりに2人の男が姿を現した。そのうちの1人はグレーの夏服を着た40がらみの男で、背は低く黒っぽい髪、太っちょでハゲ頭、上等な帽子。